どうもボボビートーザーのボビーです、えーアトザのえっと今日は水曜日で、ねえー、139回目ですね制作の話ですねこ,のこれによるとねで地味なんですけどね銀ペントレースのことでね、えー、お話ししたいなと思います銀ペンってあまりね普段多分使うことってないじゃないですか うん、チャコペンみたいなもんかな、あの裁縫とかやってる人で言たらね、あの三角のピックみたいなのね。えー、っとね、川にね、銀色の線を引いてですね、トレースするんですよね、型紙を置いて。で、僕が使ってるのはですね、このドイツ製の、もうこ 10, 10年以上使ってますから、これ。これね、あまたあの画面が固まりましたね。えー、ちょっと待ってくださいよ。ね、よいしょ。ね。 しま,したね、まあこれがメインで僕もこれを古くからずっと使ってるもんでですねでやっとまあ買い直したんですよあのやっぱスペアもいるな思って、まあ、でこれがあ新しい感じですねなんか新しいでしょうけどこっちの方がなんかあの凝ってる感じはしますけどね値段はあんま変わらへんのよね えーまあ、これがあちなみに「かえですね、うんあの。これストックしてますね。あの急に急に出なくなる時があるんですよ。レザーによってですね素材によってねあのなんかこうはじくというかあの具合悪い時あるんですね。うん、なんか滑るっていうか。うん、でまあ,あの簡易的な。 これちょっと一昔前になるんですけど今まちょっとねあのもっとあの簡略されておしゃれな感じになってますけどねこ,これ中に、えー、これが入ってるわけですよこうそ,のままそのまま入ってるだけでねあまあボールペン、まあ、ボールペンっちゃボールペンなんですけどね銀色のね、うん、こ,れこれがあのよくあの、えー、レザー教室があるじゃないですかそういう時にですねワークショップとかする時に、えー、これをですね僕はあの配って。 えそうですね僕でもですねえたまにはですねえーワークショップの依頼があるんですねえまあんか先生いう感じはね身もないんですけどもねあのなんかこう僕に習いたいなって方がもしいたらですね <laughs> あの連絡ください <laughs> ねそんな感じでえ今日はですね、えー まあ、今日は銀ペンのお話をさせてもらってますけどね、えー、ちょっとあの取りっぱなしの、ま、もんなんですけどもどんな感じで、えー、普段ね、えー、制作してるかということをですね、えー、動画に、えー、してみましたの、ね、でまだあの編集はしてませんけどねちょっとご覧くださいどうぞいけるかなこんな感じでですねあの型紙をですね、えー、置いてね おもりをですね重しをつけてですね、うん、でまあずれないようにまあねでこう銀ペンをですね、えー、シャシャっとこう線を入れていくわけですよ。ね。うん、まああの見てて 楽しいのかって言われたらちょっと僕も非常に困るんですけども大体こういうレザー製作はね至って地道な作業がコンコンと続きますね。これはですねまあこれはハットをね制作している時の動画なんですけどもねクラウンのところですね。 えー、パーツをですねトレースしているところですねでこうてん僕の場合あのボビーアートレーザーの場合はですね、えー、なんですか、えー、革紐をですね、えー、止めてですねあのかかっていくんでですねこういう感じで,ですね穴の位置をですね、えー 一つ一穴一穴ね、こうトレースしていきますね。時折こう、やっぱこうピントが追いついてないんですけどね。まあ、一眼レフで一応撮ってみたんでね。えー、なんかリッター感が出るかなと思ってですね。いろいろ、えー、試行錯誤しながらですね、えー。やっております。ね、で、こんな感じで。ええー、一穴一穴。あね、えー。やってるわけですよ。ね。あのー。革ジャンぐらいの大きいものも。 そうですし、えーね、小さなあー、まあえー、キーケースとか、ね、そういうのでもこう同じような感じでこうあのハンドステッチの場合は同じような感じで、まあ、やってます。他の、ね、レーザー職人さんは、ね、どういう風にされているか分かりませんけどね、ボビーアートレーザーはです、ね、こういう感じで、ね、やっております。えーまあ 誰か習ってたわけでもないので自分で考えながらですねやってたのでこれが正解かどうか分かりませんけども、ね、これでもう十数年やってますんでね、うん、<laughs> まあ,あのこ,れこれがねこういう感じでルーティンですねこういう感じであの日々、えーね、あの静かに <laughs> やってますねまあこれを、ね、収録する時はですね一応音は切ってですね、えー えー、静かにやっ,てあのやっておりましたけどね、うん、ね非常に見ながら説明するみたいな感じでですね、えー、あれなんですけども、ねね、ご覧いただけますかね、まあ、まあこれまたあのアーカイブで、ね、ご覧いただければなと思いますけどもね。はい ね、こういう形でですね、あのー、トレースをしておりました銀ペンはこんな感じでね、えー、使っておりますまあこれも型紙にはないと,ところはねこうやって、あのー、追加というか、ね、こうも,うあのもう慣れてるんでもう目分量になってますけどね、えー、この隙間のところにですね一個ずつこうねあの当たりをつけてるわけですよこの、ね、パーツが あね、まああとでもええやと思ったりとかしたらもう失敗するしあのー、穴を開ける時にですねやっぱりこう,う失敗ができないわけですよねだからもう、あのー、この時点でですね、えー、なるべく、えー、銀ペンでですね、えー、下地をつけるというか、うん、そういう感じで、えー、ね止めますねはいまあこういう感じで、えー、ねあ 感じで <laughs> まあ映像を見てもらいましたけどねあのー、まあねあのしゆくゆくはですねちゃんとこれをあの編集してですね、えー、あのちゃんと YouTube にアップしようかなとは思ってるんですけどね今はまああのこのライブ配信で取って出しっていうんかなあの <laughs>、まあ、水曜日はまあ,こ,あのこんな感じで続くと思ってください。ね、えー、あの かっこ,いいこうカメラワークとかもでけへんのでね <laughs> でまあ僕はあのねそれについてダラダラこうね解説してるっていう感じになりますけどねまあ,あのこういう感じで、えー、銀ペンね今日はあ銀ペンのお,、ね、お話をさせていただきましたね、えー、まあ,あこういう感じでですね、えー、一つの作品ができるまでですねいろんな道具があってまあまあシンプルなものであの構成はしてるんですよボビーア・アトレザーはねどちらかというと。 だからまあ、その中でですね、えー、なくてはならない道具となっております。銀ペンです。ね、ありがとうございます。ねえー、これは後でまああの YouTube とかでもね、えー、アップロードしてますしね、えー、もしよかったらですね、えー、YouTube チャンネルね、えー、登録いただければ幸いです。ねグッドボタン、それから、まあ、チャンネル登録ね。 よろしくお願いします、ね、でまあインスタグラムもやっておりますんでね、えー、写真とかアップしたりとかしてますしねうんはいあとはこれツイッターツイッターもね、えー、あの YouTube 動画とかブログをね書いた時とかにはあのお知らせしてますんでね、えー、ぜひねあのあの 登録いいただければ幸いですそれではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。バイ。